後半戦は琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開する形になります。キックオフをしますのはクォーターバックであります7番の藤原が務めます。さあアイランズ、何としてもここでリターンで好位置を確保したいといったところでしょう。リターナーは2枚セットした状態のフォーメーションにしております。さあ低いキックを蹴った。さあアイランズはどうするか。リターン入ります。短いキックで大きなリターンを避けるという状況を狙ったようですが、結果的にはアイランズ自陣40ヤードからの攻撃となります。カバーしましたのは4番のプレイヤーでした。4番は僭越ながら私の後輩でもあります毛利です。姫路獨協大学出身のチームの代表であり、監督も兼任しているプレイヤーです。さあアイランズは結果的に自陣40ヤードからの位置を攻撃の開始点としました。クラブアイランズファーストダウン10。リダリズム様、高評価ボタンありがとうございます。QB サック。ここでクォーターバック、まず最初にパスプレーから状況を図ろうとしましたが、ディフェンスライン92番相手オフェンスラインごと押し込みまして QB サック、約5ヤードのロスを奪っています。素晴らしい圧力をかけ QB サックを決めましたのはチームキャプテンでもあります琉球92番のゲイブ・エドバース。さあアイランズはセカンドダウン16の状況に入ります。押し込まれましたが、この状況打開になるでしょうか。さあここで右に展開しました。難に枠42番相手ディフェンスを かいくぐるように右オープン展開しまして、約8ヤードのゲインに変えています。先ほど下げられた分をなんとか取り返す形に成功したといったところでしょう。見事にリカバリーしました。難に枠42番は滝川高校出身の山崎です。チームキャプテンです。双方ともキャプテンがその攻守最初のプレーでその試合の劇を飛ばしております。クラブアイランズサーダン8。パス成功、ファーサー。クォーターバック11番左に展開しまして、ワイドレシーバー81番にパス。81番これをカムバックしましてキャッチし、攻撃権更新です。クラブアイランズファーサー。見事にパスを投じました。クォーターバック11番はハタブ、九州工業大学出身。取りました。ワイドレシーバー81番は片瀬、関西学院大学出身のルーキーです。ルーキーと言いましても片瀬31歳のルーキーです。さあクラブアイランズファーストダウン10、ボールオンは相手陣46ヤード。今度はランニング枠42番にハンドオフ、カウンターを取るように左オフタックルのランプレー投入し、約3ヤードから4ヤードのゲインにしています。キャリア42番は山崎、本日ランパスともにチームの核としてこの攻撃を率いております。クラブアイランズセカンドダウン7、ボールオンは相手陣43ヤード。さあ琉球としてはなんとかこのシリーズ止めたい。パス成功、ナイスキャッチ。クォーターバック11番今度は右に展開した85番にパス。85番これをキャッチし、相手タックルかわして約4ヤードから5ヤードのゲインに変えています。見事なキャッチをしましたなワイドレシーバー85番の寺崎、大阪体育大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズサーダウン2、ボールオンは相手陣38ヤード。これは琉球ナイスディフェンス。
この距離をランで突破図らんというところでした。クラブアイランズ、しかしこれを琉球、3番99番が殺到し、このランを阻止しております。フォースダウンに変わります。ここでホイッスル。このプレーで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。しかし素晴らしいディフェンスを決めましたのは琉球ガーデンライオンズ77番の三永でした。京都産業大学出身のチームのバイスキャプテンです。後半戦に入りましても白熱した攻防戦となっております。この第4節の X3 リーグの試合です。現在試合は琉球12点、クラブアイランズ6点という状況になっております。この配信は X3ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。現在もこの企画は募集しております。その企画にご同意くださいます方々、ぜひご協力をお願いできれば幸いです。この配信によりましてアメリカンフットボールを多くの方にご覧いただくことが可能になっております。さあ試合再開です。クラブアイランズフォースダウン2プレーします。フォースダウンギャンブル。さあこのプレーどうなるか。フォースダウン失敗。中央突破により攻撃権更新を図りましたアイランズ。しかしこれを琉球ディフェンス陣殺到しまして、このランノーゲイ。4回目の攻撃失敗によりまして攻守交代となります。攻撃権は琉球に変わります。まず最初の攻防、クラブアイランズ見事な攻撃展開し一気にエンドゾーン狙わんという状況を図っておりましたが、しかしこれは琉球見事食い止め攻撃権を奪還しております。攻撃権変わりまして琉球自陣40ヤードからの攻撃に入ります。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。さあ琉球もランプレーから入ります。何枠33番ハンドオフを受けまして右オフタクロ突破し約3ヤードのゲイン。キャリア33番は中本、関西大学出身。現在 X1 スーパーで華々しく活躍しております。お隣福岡サンズの代表でもある吉野と同期になります。日本一を取りました関西大学出身のプレイヤーです。パス成功です。ナイスキャッチ。クォーターバック7番中央切れ込んだワイドレシーバー14番にパス。非常に低いパスでしたが14番見事にキャッチし鮮やかに約6ヤードのゲインとしています。見事なキャッチを決めましたのは14番の草開き、大阪工業大学出身。その本職内装職人というそのテクニカルな技がここで披露されました。さあ琉球サーダン残り1ヤード、中央ランプレー。さあこの判定どうなるか。攻撃権更新ファースター。文字通り力と力の勝負の中央のランプレー。その攻防戦は結果的にこの1ヤードを琉球取りまして琉球攻撃権更新です。琉球ファースター。さあこれによりましてハーフウェイから琉球ガーディアンライオンズファースターダウン10。パス不成功。これはアイランズナイスディフェンス。クォーターバック7番ここでパスを投じようと構えましたがディフェンス殺到しましてクォーターバック投げ捨てる形でこの攻撃を放棄しています。琉球セカンドダウン2回目の攻撃に変わります。琉球ガーデンライオンズハーフウェイからセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック7番中央に切れ込んだレシーバーにパスを投じようとしましたがこれはアイランズ5番がパスカバーしておりパス成功となっています。ナイスパスカバーを見せましたのはクラブアイランズ5番の山本でした。
失礼しました。本日5番は花村がつけております。花村は立命館大学出身、琉球サーダウンに変わります。琉球ハーフウェイからサーダウン10、パス成功、ファースター。クォーターバック7番左ロールアウトからワイドレシーバー14番にパス、14番カールパターンを走りまして、このパスをキャッチし攻撃権更新です。琉球ファースター、見事攻撃権更新を果たしたワイドレシーバー14番は草開き、大阪工業大学出身。さあ琉球相手陣に入ってまいりました。相手陣39ヤードから琉球ファーストアウト10、今度はヒッチパスを投じました。左に展開していた29番にキャッチアンドラン図らせ、29番タックル受けながら約3ヤードから4ヤードのゲインに変えております。タフなキャッチアンドラン決めましたのは29番の中村です。城西大学出身、琉球ガーデンライオンズ相手陣34ヤードからセカンドダウン6。クォーターバック7番自らキープ、ハンドオフェイから中央切れ込みましてタックル受けながら約5ヤードのゲインとしています。しかし残り1ヤードの突破ならずという形でサードダウンに変わります。キャリアとなりましたクォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身。琉球サードダウン残り1ヤード、実質1ヤードありません、インチの状況。ナイスラン、ファースター。再びクォーターバック7番自らキープしました。右オフタックル付近を突破しタックル受けましたが、そこからセカンド予報として攻撃権更新です。琉球ファースター、見事攻撃権更新果たしましたのはクォーターバック7番の藤原でした。ここはチームリーダーがオフェンスを引っ張り上げる形で攻撃権更新を果たしております。琉球相手陣24ヤードに入りましてのファーストダウン10、パス成功、琉球ファースター。クォーターバック7番相手ディフェンス殺到する中、ワイドレシーバー29番にパス、29番これを見事にキャッチし攻撃権更新としています。琉球ファースター、ここは藤原パスで今度は攻撃権更新を果たしました。取りましたワイドレシーバー29番は中村、城西大学出身。さあ琉球ファーストアンドゥーゴールに変わります。残り9ヤード、ここでドロープレーを挟みます。ランニングバック33番裏を突くように中央突破を図りましたが、これはアイランズが抑えておりましてセカンドダウンに変わります。ここでホイッスル、ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終えまして琉球ガーデンライオンズ12点、クラブアイランズ6点、その差6点の状態で最終クォーター第4クォーターに移ります。